演舞開演。本日はこちらホワイトマシュマロというものを食べてみたいと思います。こちらは以前食べたプティマシュマロと同じメーカーさんが作られているマシュマロなんですね。プティマシュマロより大きいので弾力もあるんでしょうね。食べるのが楽しみです。ではいただきます。思った通りもっちもちですね。プティマシュマロよりも大きかったので、その分弾力をしっかりと楽しむことができました。そして噛みしめるとバニラの香りも口の中に広がり、アイスとは違うバニラの美味しさを感じることができて美味しかったです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。